はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨ビットコインのチャート分析を始めていきたいと思います。今日がですね、2020年の7月の12日ですね、日曜日になります。で、今日の動画ではですね、本当にサクサクやっていきたいと思うんですけれども、短期的なところとですね、長期的なところ2つに分けてですね、解説していこうかなというふうに思っています。短期的にはですね、あるシグナルがね、今出ている状況ですので、まあ三角持ち合いの、パターンにも入っているということで、直近ですね、大きな動きが、あってもおかしくないということで、まあ基本的にはですね、三角持ち合いということでどっちに動くか分からないっていうのはですね、あるんですけれども、まあその中でもですね、僕が、どのように見ていくかというところをですね、解説していこうというふうに思っております。それからですね、長期的に見たとき、中期的に見たときに、日足、それから週足レベルでですね、見たときに、もう来週にはですね、大きな値動きが起こるんじゃないかっていう風なですね、まあ見方が、できるということで、あとですね、まあ、あの市場のですね、関係者、有識者なんかもですね、もう近々ですね、大きな値動きが起こるだろうという風にですね、いろんなところでまあ言われているという中でですね、まあ一つね、注目のニュースがありまして、まあ僕独自のですね、中期的なところの解説と、あとはですね、注目のニュースをですね、一つ取り上げさせていただいて、まあそのニュースがですね、僕もあのいつも言っている通りですね、なかなかまあ読みにくいわけですよ。特にまあ、金融関係、仮想通貨関係のですね、ニュースっていうのは横文字だったりとかね、専門用語がいっぱい羅列されていて、やっぱり初心者の方ってね、とっつきにくいわけですよね。まあ、あの僕も本当にね、まだまだですけれども、やっぱりこう初心者の時にね、ニュース読み始めた時はですね、本当に分かりにくかったんですね。もっとなんでこう分かりやすい日本語で書いてくれないかなとかね、思ったりしてたんですけども、まあそういうね、分かりにくい部分もですね、僕が補足しながらですね、解説していこうと思っていますので、まあぜひね、最後までご視聴いただけたらというふうに思います。それからですね、まあ一点お知らせというほどでもないんですけれども、僕のですね、まあ今年の目標をですね、まあ皆さんに、以前ね、お伝えさせていただいたと思うんですけども、その中にやっぱり皆さんのためにですね、尽くすっていうところがあってですね、まあ僕が稼げるようになったノウハウだったりとかね、そういったところをしっかり皆さんに伝えていくっていうことをですね、今年の目標として掲げて いるわけなんですけれども、やっぱそういった活動がですね、なかなか最近できていなくて、まあこの相場分析をですね、毎日やっているわけですけれども、今後はですね、もう一つさらに、ね、踏み込んだ内容をですね、まあ本当にかっこいい内容ですね、勝っていくためのですね、考え方、それからまあ、トレード以外のところもそうなんですけれども、やっぱり生き方ですよね。会社員として生きていく中でどういうところが大切になってくるかっていう部分と、今の働き方から、どういうふうにですね、今後変えていかないといけないかっていうね、そのマインド的なところもですね、僕は非常に大事にしているところがあってですね、そういったところをね、このチャンネルで皆さんにね、お伝えしていきながらですね、皆さんと共にですね、僕も成長していけたらいいなというふうにね、思っているところですので、今後のね、 YouTube、 僕のチャンネルですね、ぜひ期待してください。まあ本当にね、こう有料級のですね、メンタルだったりとか考え方だったりとかですね、しっかりお伝えしていきますので、ぜひね、まだチャンネル登録いただいてない方はですね、チャンネル登録していただいて、僕の今後の動画をですね、期待して待っていただければというふうに思います。それではですね、チャート分析の方入っていきたいと思います。はい、それではですね、チャート分析、まずはですね、ビットコインのドル建ての方からやっていきたいと思います。4時間足ですね、映しているのは、今の時刻がですね、19時29分ということで、今のビットコインの価格がですね、9268ドルですね。日本円でいうと99万円ぐらいのところを推移している状況です。ちょっとね、昨日はですね、動画を撮ることができなくて、冒頭申し上げました通り、 YouTube をですね、今後ね、変えていきたいなというふうに思っているので、その YouTube の勉強だったりとかね、その動画編集の勉強だったりとか、まあいろんなね、こう勉強に当てていたということで時間がなかったんですけれども、昨日からのですね、ビットコインの値動きをおさらいしていくとですね、まあおさらいするまでもないんですけれども、ほとんどまあボラティリがないですよね。で、9300ドルのところですね、ここの水平線で、しっかりレジスタンスされてですね、上にも行けない。で、一方でですね、ここが注目なんですけれども、下にも行ってないわけですよね。で、下値がですね、完全に切り上がっている形になっているということで、今ですね、ここの直近ですね、この9300の水平線とここのですね、安値を切り上げているラインでですね、三角持ち合い、まあ、アセンディングトライアングルですね、の形を作っております。アセンディングトライアングルっていうのは高値一定で安値はまあ切り上がっていく
っているということで、やっぱり上昇の勢いがですね、まあ、ある程度強いよというようなですね、三角持ち合いの一種なんですけれども、そういったところから見る限りですね、ここはですね、僕抜いてくるんじゃないかなと、こんだけね、力強くですね、着々と、安値をですね、切り上げていっている直近の値動きを見るとですね、やっぱり、下値はね、ある程度強いんじゃないかっていうふうに見えることができると思いますので、僕のシナリオですね、あくまでもシナリオですけれども、一旦ですね、上に、弾けてきてですね、例えば9300超えて9400とか、9450、まあ、ここまでいくかどうかはちょっと微妙ですけれども、こういったところまでですね、行ってもおかしくないなというふうにね、見ています。これはですね、まあ、あくまで予想なので、僕の、エントリー手法ではないのでね、あとエントリーポイントでもないので、エントリーしませんけれども、あえてですね、ここで予想していくと、そういう風なね、見方ができるかなというふうに思っています。で、冒頭もですね、少し申し上げましたけれども、本当に、今日の夜中、もしくは明日ですね、まあ、今日の夜中はないかな、明日の、日経とか、あとダウとかね、そういったところと連動して、大きな値動きがですね、起こってくる可能性は非常に高いというふうに思っています。で、それがですね、まあ、直近、三角持ち合いの形がですね、できていまして、ここですよね。はい、こんな感じでですね、三角持ち合いがまあできているわけですよね。はい、こんな感じです。はい、で、今ですね、本当にもう収束ポイントまで来ているということで、本当にいつ動いてもおかしくない、今から動いてもおかしくないというような状況になってきているということで、とりあえず直近に関してはですね、中ぐらいって言ったら抽象的ですけれども、まあ、例えばね、この9450とか、まあ、100、200ドル幅ぐらいですかね、はい、大きく動くような、まあ、下に行くにしてもですね、8000、9000ドルぐらいのところ、なので、2、300ドルぐらいのですね、動きっていうのは、今ね、いつ起きてもおかしくないような状況に来ているというのがですね、今の状況なんですね。で、もしくはですね、まあ、高値がね、切り下がっているここのラインがですね、非常にここまで強力でして、ここがですね、次意識される可能性はあるわけですね。なので、まあ、こう上がっていってですね、戻されて、この中で三角持ち合いができてですね、ここの中ですね、この中で三角持ち合いができた挙句にですね、上げてくるっていう可能性も十分考えないといけないと。そうなるとですね、ここのラインになってくると思いますので、収束ポイントがですね、7月の、まあ、来週明けですよね、14とか15とか、そのあたりですね、水曜日ぐらいまでに、短期的なここの三角持ち合いがきれいに形成されて、上に抜けていくと、もしくは下に抜けるというふうなですね、値動きが考えられるということですね。ただまあ直近のところを見る限りですね、安値の切り上げラインか、切り上げラインギリギリのところでですね、値動きしているという状況で、上が空いていますので、下値が固まったと判断するんであれば、やっぱり上に行く可能性は非常に高いというふうにはですね、直近のところでは思っています。一応ですね、デコボードを見ていくとですね、9350とかこのあたりのですね、売り板が厚くなっています。一方で買い板ですね、買い板に関しては9100から200のところがまんべんなく厚くなっているということで、まあこれはですね、いつもね僕が言っている解説にはなりますけども、9350で売り板が厚いってことはですね、まあここでショート勢はここでまあ狙っているわけですよね。はい、しっかり狙っていると。そうなればですね、今から売っていく人っていうのは結構少ない、逆に言うと買い板がですね、結構厚く入っていますので、9350ぐらいまでは引き上げて、でそこからですね、まあ、どうなるか分かりませんけれども、一旦反発される可能性があるかなというところで、まあ、そういう風なですね、展開になれば、ここの中の持ち合いというところがですね、意識されてくる可能性が、まあ、板からもね、そういう可能性が、まあ、示唆されているんじゃないかなという風にね、見ております。ということで、短期的にはですね、一旦上昇する可能性があるよっていうところがですね、僕の今の予測です。はい。ただエントリーはしません。何回も言いますけどね。はい。そのあたりですね、日足でちょっと見ていきたいと思いますけれども、はい。こちらですね、日足チャートなんですけれども、まあ、日足で見てもですね、綺麗に、まあ、下降チャンネルがですね、形成された中で、上に行くか下に行くかというふうなですね、まあ、状況に なっているということなんですね。で、ここのトレンドライン引いてますけれども、ここのラインですね、これ4時間足で引いていますけれども、このトレンドラインがですね、割られて、ここのトレンドラインですね、この青いライン。ここを割られたらですね、一気に下落する可能性あるということで、8600とかね、ぐらいの、加工っていうのはですね、覚悟しておかないといけないということで、中期的に見るとですね、ここの、青のラインですね、高値を切り下げているラインっていうのは、過去もう4回チャレンジしているわけですよ。4回チャレンジして、上に行くことができていないっていう現状ですね。はい、そういったところから見て、4回目のチャレンジ後にですね、まあ、横ばいになっているということで、今からですね、上昇するには相当ね、まあ、力がいるんじゃないかなと。まあ、過去何回もですね、ここの高値圏まで行ったにもかかわらず、ここで買う人がいないっていうことなんですよね。はい、
もうね100万円を超えたところでビットコインは今買われなくなっているという状況がありますので、これはですね当然あの日経平均のねここまで連動していると、日経それからダウですね、連動しているというところがありますので、その株式市場とのですね連動性っていう部分を明日からの相場ですね、金融市場オープンしますけれども、明日からの1週間のそういった連動性をですね見ていかないと、当然いけないんですけれども、テクニカルだけで、ね、チャートだけ見ていくとなかなか上げれるような状況ではないよねっていうのはですね、この日足チャート見るとお分かりかなというふうに思っております。で、中期的にはですね、下げてきた時にここのですね青の長期の移動平均線に当たってこれがサポートされるかどうかというところがまあ注目されてですね、ただ過去には、2017年以降ですね、過去、長期移動平均線が上向きのところで上からですねローソク足がタッチした時にサポートされた実績がないっていうのはですね直近の動画で言ったと思いますけれども、ここでサポートされなければさらに一段下落で8200とか、8000ドルとか7600とかそのあたりまでですね下落していく可能性も十分考慮しないということで、やっぱり中期的に見るとですね、かなり厳しい状況なんじゃないかなというふうに思っています。で、ここをですね、週足でさらにね、深掘りして見ていくと、はい、こんな感じなんですよね。まあ、4週連続でですね陰線が作られて、今週はですね若干陽線で終わるかなという風なですね今状況なんですよね。で、ここからですね、あの皆さん見ていただいたら分かる通り、これだけですね上に行けなかったわけですよ。すごい、長い間ですね上に行けてない、かつボラティリティもないということで、もう本当にねこれ上に行くには相当な力がいるんだろうなっていうのはですね、ここの値動き見ていただいたら、まあお分かりになると思いますし、皆さんもですねそういう風に感じている相場だと思うんですよね。で、そういった中でここを上げる材料っていうのは当然日経それから、ダウですね、株式市場がガーンとこう上げてですね、それと追従して、まあ、伸びていくと。例えばその材料があるとしたらですね、まあ、金融市場、まあ、ただね金融政策としてはですねいろんな政策がもう 出尽くしているということで、その政策云々でですね、この経済立て直せるかどうかというところはですね非常に疑問点が残る今状況なんですよね。となるとやっぱりコロナですよね。コロナがきっかけでこういう相場になっているわけなので、コロナの、まあ、ワクチンが開発されてですね、コロナのその恐怖からですね、みんなが解放されると、そういうことになれば、まあ、コロナのワクチン一つできました、もう治験が終わりましたっていうね、あのニュースが出ただけでもですね、すごいね上昇につながると思いますけれども、まあ、それがね出るまではやっぱりねこのコロナの第2波もですね懸念されている状況ですので、上げる材料っていうのはなかなかね乏しいんじゃないかなというふうな予測はできますよね。そうなった時に、大きな目線で見た時にですね、ここで、逆三尊ですよね、こんな感じでですね、逆三尊ができるかもしれないと。まあここ左肩できてヘッドができて今ね下げてきていますよね。週足レベルで見た大きな目線で見た時にですね逆三尊が意識されるような形に今ねなってきているわけですよ。で、右肩をですねまさに作ろうとしているということで、ここまで落ちた後に一気にね登っていくみたいな、そういうこともですねあの想定されるわけですよ。で、これ落ちるポイントとしては左肩とですね同じ位置になるポイントとしてはですね、だいたい7000ドルですね。ここの緑のラインとしては7000ドル付近になると思いますので、まあ、そのあたりまで暴落した後に一気にですね、寝頃感から買われて暴騰が起きるみたいなね、はい、そういうこともですね想定しておかないといけないということで、中期的にはですね一旦下落しても、おかしくないんじゃないかなっていうふうに、まあおかしくないというか落ちる可能性の方がやっぱり見た感じですね高いかなというふうにね、今のところは見ております。今日は円建て言おうと思っていましたけれども、あんまり円で解説する必要もないですね。チャートパターンとかそういったところがですね、まあ意識されているということになりますので、今日はですねドル建てのみにさせていただいて、ちょっと注目のニュースの方をですね、紹介していきたいと思います。はい、注目ニュースですね、今日はコインテレグラフさんのニュースをですね引用させていただきます。見出しですけれども、仮想通貨ビットコイン投資家はビックス指数に注目をということで、クラーケンレポートがですね出ているということで、S&P500 と金とのですね相関関係に変化が今ね起きてきているということがですね報じられておりますということで、アメリカのですね仮想通貨取引所クラケンが6月のビットコインのボラティリティレポートを発表して、ビットコイン投資家はですね今後の推移を占うためにビックス指数を見るべきだというふうに伝えたんですね。
でちょっとビッグス指数のですね解説を後にして、ちょっとこの記事をですね進めていきますけれども、ビットコインですね、6月のビットコイン取引高は366億ドルということで3兆9000億円ということで、4ヶ月ぶりの低さですね。で今年2月以降で最も無風の月だったと。それからまあビットコイン価格はですね 4.4% のマイナスで、変動幅としてはですね2019年8月以来の低さだったと。非常にボラティティが、まあ、少なかったというような、状況だったわけですね。でそんな中ですね、このクラーケンはビットコインとアメリカの株式指数である S&P500 ですね、この指数の相関関係が今ここに来てですね上昇してきているよということをですね指摘しているわけですね。30日間の相関係数はですね5月末には 0.08、 まあほとんど相関がないということだったんですけれども、6月末にはですね 0.65 ということで、まあ統計的に言うとやや相関ありということで、まあ相関関係がですねどんどんこう上昇してきている状況にあるよということをですね報じているわけですね。で対照的にですね、ここまでビットコインと金がですね相関あるみたいなことを言われていましたけれども、対照的にここのですね相関関係は低下してきているということで、5月まではですね 0.5 とポジティブな水準で推移していたものの、6月はですね1年間平均を下回るマイナス 0.49 まで、下がったということで、まあ金との相関は若干ね下がってきているんじゃないかなということを言われております。でここからですね、まあ、見出しの通りですね、ビットコイン投資家はビッグス指数に注目した方がいいよということをですね言っているわけなんですけれども、じゃあここでですねビッグス指数って何なのということで、もう今回はですね本当に分かりやすく説明したいと思います。 もしね詳しく知りたい方はですね YouTube で、ビッグス指数とかね入れれば本当に分かりやすくね解説されている YouTuber の方がいっぱいいらっしゃいますので、僕があえてねここで説明するよりも分かりやすいと思いますので、本当に触りだけねして説明させていただくと、今回もですね SMBC 日興証券の用語集のところからですね引用させていただくと、これ勝手にしていいのかな分からないですけども、ここですねビッグス指数、ビッグス指数指数とはボラティリティインデックスの略で、シカゴオプション取引所が S&P500 指数のですねオプション取引の値動きをもとに算出公表している指数になると。一般的に数値が高いほど投資家が先行きに対して不安を感じているということで、まあ、別名恐怖指数とも呼ばれているんですね。ビクス指数がこう上がっていくと、投資家の側はですね先行き不安を感じていて、恐怖がですねどんどん上がっていくというようなですね、まあ、使われ方、見方をですねされるのがこのビックス指数ということになります。で、この方がですね言われている、クラーケンですね、クラーケンレポートで言われていることとしては、2月以降で伝統的なマーケットが大打撃を受ける中、ビットコイン価格とビックス指数はですね反比例の関係をここまでね示してきたと、これ後でねチャートで見せます。つまりマーケットのボラティティが引き続き小さくて、株価上昇が続く限り安定的ではないにしろ、ビットコインはですね引き続き独特なマーケットの力学に反応することになるだろう。非常に分かりにくいですよね。ただまあ後でねチャートをお見せして、ご説明したいと思います。で最後の締めくくりとしてはですね、レンジ相場がひながびく、ビットコインだが、クラーケンはビットコインはそろそろ6000ドルから7000ドルのサポートまで下がるか、1万500ドルのレンジスタンスをですね突破してさらに上昇するかを決める時が来ているということがですね言われているということですね。でちょっとねチャートに戻りますけれども、僕も再登場してですね、チャートをですねちょっと冷やしに切り替えますね。はい、これがですねビットコイン、の冷やしチャートなんですけれども、先ほど言ってたですね、ビックス指数の、まあ、動きですね、そちらをちょっとね映してみたいと思うんですけれども、はい、こちらがですねビックス指数の、冷やしレベルのですね推移になるんですけれども、ここでビックス指数、恐怖指数がですねガンとこう上がってですね、投資家の不安を煽ったのが3月16日、これはですねコロナショックですよね。なのでビットコインに関しては先ほどのチャートでありましたけども一気に下がっていたわけですよ。なので反比例するのがこのビックス指数ということですね。怖いから価格は下がると、先行く不安が高まったら価格は当然下がるというのがですねこのビックス指数の見方になりますけれども、まあ、コロナショックでですね、ここビットコインが安値つけた時もビックス指数は一番上がっていたと、85とかですからね、本当にねこれほどビックス指数が上がるのはね過去ないぐらいなんですけれども、ここからですねどんどん、ビックス指数、まあ、だんだん落ち着いてきてですね、一旦まあここで6月11日頃にまたねさらに、上昇した時がありましたけども、ここもですねビットコインの価格は一時的に下がっているんですね。まあ後でねチャートご確認いただけたらと思うんですけれども、まあこういうですねビックス指数があって、今ですねこの27とか6とかこのあたりの水準に落ち着いてきているんですね。
ただね、これビッグ指数って、過去見ていただいたらお分かりなんですけれども、通常ねこの10とか、12とかね、そのあたりで、平時は動いているわけですよ。で、そんな中ですね、まだまあ27ということで、まだまだですね、上がった水準からですね、下がりきってはいないわけなんですよね。で、これが、注目なのは、じゃあこれ平時のですね、10とかぐらいまで下がったら、ビットコイン価格は上がるのかというと、僕そうではないと思ってるんですね。逆に言うと、まあ、ある一部のですね、専門家はですね、この10とか、下がってですね、まあ、投資家がですね、この先行き不安を全く覚えないような状況になって、安心感を持ってトレードできるような環境になって、それがですね、どんどん低下していくと、10とか9とか8とかね、そういう風に下がっていくと、逆にそこで何か大きな値動きですね、大きなことが起こるんだということをですね、言ってる、まあ、専門家の方もいるんですよね。ビッグ指数が上がれば価格は当然ね下がるわけですけれども、じゃあ戻ってきた時にね、どんどん下がれば下がるほど価格は上がっていくのかというと、そうではないのがこのビッグ指数ですね。まあある程度ねこう下がっていけばビットコインもね上がる傾向にはね あるとは思うんですけれども、じゃあそれが平時のねこの10とか15とかそのあたりまで来た時にビットコイン価格がどうなるかっていうのはですね、本当にわからないと。価格上昇をですね読むにはまあ難しいんですけども、ただですね、まあ、今後コロナのね第2波が懸念されているということで、実際にですね第2波が来た時にですよ、はい、来た時にビッグ指数というのはまた上がると思います。そういった時にビットコインの価格はですね下がっていくと思うんですよね。はい、そういうところのですね、まあ、指標として、これが上がってきたら価格は下がっていく傾向があるよっていうところをですね、まあ、見ていく指標として、まあ、ぜひね覚えておいていただければというふうに思います。はい、ということで今日の動画ですね、非常に長くなってしまいましたけれども、非常に大事なですねニュースだったので、取り上げさせていただきました。あとまあ冒頭申し上げました通りですね、今後の、YouTube チャンネルですねしっかりね、改革して力を入れてですね、まあ皆さんに有益な情報をお届けできるように今後もね邁進していきたいと思いますので、今後もね見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、今日の動画ですね、ここまでにしたいと思います。また明日からですね皆さんお仕事始まりますけれども、ぜひね体調管理、万全にしてですね頑張っていただければというふうに思います。はい、ということで今日はですねここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。